おチャンネルゴールデンウィーク特別企画、今回は CRM50 のエンジン始動式の様子をお送りしたいと思います。こちらの CRM はごく初期型、一番最初に発売されたモデルになります。毎年5月ぐらいにエンジンをかけてるんですけれども、今回は何分ぐらいでエンジンがかかるかのタイムトライアルに挑戦したいと思います。せっかくのゴールデンウィークなのにこんな映像しか撮れないところが誠に恐縮でございます。それでは行ってみよう。それで条件はですね、まず去年は1回しかエンジンをかけておりません。それから今日までエンジンはかけておりません。そしてガソリンは2年前に入れ替えてから何もしてないので、ガソリンは2年前のガソリンになります。そしてエンジンがかかりやすくするためにバイクを1時間ほど天日で温めておりますという条件でやってみたいと思います。かかるときはもう一発目のキックでかかるんですけれども、かかんないときはもう40分とかぐらいやってもかかりません。そういったもんでございます。なんといっても約30年ぐらい前の原付バイクのエンジンです。でもさすがにそこはホンダのバイクですので、もうすごい壊れないです。壊れにくい。もうほとんどメンテナンスしないで今日まで来てますので、それでも快調にエンジンはかかると思います。